ポケットモンスター、ダイヤモンドパール、通称ダイパのリメイク作品が11月に発売されました。本作は、原作を忠実に再現することをコンセプトにリメイクされましたが、当然ながら全く同じではなく、改変された要素も存在します。そしてその中には、改変されたことで難易度が変わった要素もありました。そこで今回は、ダイパの難しかった要素をいくつか厳選して、それらがダイパリメイクでどう変わったのかを見ていきたいと思います。個人的に難易度が激変したと思った要素順でランキングにしましたので、ぜひ皆さんが苦戦した要素も思い浮かべながら、最後までお楽しみください。9位、スーパーコンテストショー。スーパーコンテストショーは、ヨスガ式のコンテスト会場でプレイすることができる遊びです。新大地方版のポケモンコンテストというべき競技だな。リメイク前は、スーパーコンテストという名前でしたが、スーパーコンテストショーへとパワーアップしており、内容も変更が加えられています。原作では、第3世代と同じく技を使ったアピールのほか、ポケモンにアクセサリーを身につけさせたり、ダンスをさせて、それに対する審査員の評価の合計点で、優勝を決めるというものでした。技の組み合わせにコンボがあったり、バトルとは違った楽しさがあったよな。一方、ダイパリメイクでも基本的な審査項目は同じですが、ゲーム内容が微妙に変わっています。一言で言って、音ゲー要素が強くなっており、それをプレイする中で、ビジュアル、ダンス、技の審査が行われるのです。またビジュアル審査では、ボールカプセルにシールを貼って、自分好みにカスタマイズする、ボールデコ、という要素も評価点の一つとなりました。なので、コンテストを優勝するためには、シールをしっかりと集めることも重要だと言えるでしょう。ゲームは遊びやすくなってるけど、やらないといけないことも増えたということか。8位、ボフィン。スーパーコンテスト賞の優勝を目指すためには、ポケモンのコンディションを上げる必要があります。そのために必要不可欠なのが、道中で獲得する木の実を具材にして作る、ボフィン。リメイク前のダイヤモンドパールでは、1人から4人でボフィンを作ることができました。ですが、コンディションを大幅に上げてくれる、まろやかボフィンを作るには、4人で貴重な木の実を持ち合わせて作る必要があり、近くに、一緒にボフィンを作ってくれる友達がいないプレイヤーにとっては、至難の技だったのです。一人でプレイすると、木の実を一つしか入れることができないので、質の悪いポフィンばかり出来上がっていた人も多いはずでしょう。ぼっちには厳しい仕様だな。しかしダイパリメイクでは一人専用になり、一人でも最大4個まで木の実を入れることが可能になりました。これにより、まろやかポフィンをはじめとする、質の良いポフィンを作りやすくなったのです。また、使う木の実によっては、原作では一人で絶対にできなかった、ポケモンのすべてのコンディションを最大まで上げる、といったことも可能に。コンテスト攻略の下準備がより整えやすくなったと言えるでしょう。コンテスト方面は遊びやすくなった印象があるぜ。7位、ミカルゲ。ダイパでは、地下通路と呼ばれる、現実の友達と一緒に遊べる要素がありました。そしてそんな地下通路で、現実のプレイヤーと32回話す、という出現条件が課されているポケモンが、ミカルゲ。そのため、ダイパを一緒にプレイする友達がいない人は、通信交換でしか手に入れることができませんでした。ですが、ダイパリメイクでは原作と同じく、御霊の塔に金名刺を入れた後、地下大洞窟にいるプレイヤーではなく、NPC 32人に話しかけることで出現するようになっています。つまり一人でも出現させることができるようになったってことだな。さらに、地下大洞窟は NPC がいる位置が固定で、場所によって出現する NPC も決まっているという親切仕様。これに加えて、ポケモンの隠れ家に出入りを繰り返すことで、NPC が入れ替わるため、会話した NPC のカウントも稼ぎやすくなっています。一人で出現させられるだけでも、捕獲難易度はだいぶ優しくなったよな。6位、不安定。ダイヤモンドパールから登場し、その妙に愛らしい見た目と鳴き声から、ファンが多いポケモン、不安定。原作だと不安定は野生では登場せず、毎週金曜日に、谷間の発電所でシンボルエンカウントでのみ出現するというポケモンでした。金曜日に出現って第2世代のラプラスみたいだな。ダイパリメイクでも、不安定の毎週金曜日にのみ出現するという条件は変わりません。ですが、原作とは出現方法が少し変わっていたため、多くのプレイヤーが、これに気づくまで頭を悩ませることになりました。原作の不安定は、毎週金曜日に谷間の発電所に出現する、という条件でした。しかし、ダイパリメイクでは、谷間の発電所の一連のイベント終了後の、次の週の金曜日から不安定が出現する、と微妙に条件が変更されていたのです。ダイパリメイクは、11月19日の金曜日発売だったから、いつまで経っても現れない不安定に悩まされた最速クリア勢も多そうだな。なお、原作と同じく、ヨスガジムのジムトレーナーが、不安定を使ってくることは変わりません。その際、そのトレーナーと戦うには、クイズにわざと不正解する必要がありますが、原作の知識を持っている人たちは、そこで図鑑登録をしていたことでしょう。
不安定の図鑑登録はクリア後の要素に必要になるから、初見プレイヤー以外は欠かさずこなしてそうだよな。ごい、キラテナ。ダイヤモンドパールでは、殿堂入り後に出会える伝説のポケモンであり、後にプラチナでは、パッケージを飾る主役にもなった、キラテナ。ダイパの頃は一つのフォルムしか登場してませんでしたが、プラチナ版でフォルムチェンジできるようになると、本作ダイパリメイクでも、無事フォルムチェンジできる形で実装されています。ただし、フォルムチェンジするには、プラチナ版同様に、ハッキン玉というアイテムが必要であり、入手のためにはクリア後の新要素、ハナマスパークで、ギラテナと戦う必要がありました。ハマナスパークで戦闘になるギラテナは、全身が黒いシルエットで、目だけが光っているという、プラチナのタイトル画面を思い出させるような見た目。戦う場所や BGM もプラチナ版を思い起こさせるような演出になっているんだぜ。このギラテナを倒すことができれば、無事、ハッキン玉を入手できるのですが、なんとレベルは100。生半可な気持ちだったり、中途半端なレベルのポケモンで挑むと返り討ちにされかねません。ちなみに、ここで戦うギラテナは最初から捕獲することが不可能であり、ギラテナの入手方法に関しては、リメイク前と同じく、戻りの洞窟にいる個体を捕まえる方法になっています。そのギラテナにハッキン玉を持たせればフォルムチェンジするんだな。なお、戻りの洞窟の地形が、ランダムに生成されるという仕様は原作通りであり、ギラテナを捕獲すること自体に苦労したプレイヤーも少なくないかもしれません。4位、ナタネ。白帯式で2人目のジムリーダーとして登場し、特攻の種族値が125もあるポケモン、ロズレイドをエースにして、多くのプレイヤーを苦しめてきた、ナタネ。序盤の難関とも言われるナタネですが、リメイク後のロズレイドは、第6世代で登場したシンクサ技、花吹雪を覚えたことで、さらに強くなっていました。花吹雪は物理技ですが、ナタネのロズレイドは、攻撃に個体値と基礎ポイントが振られており、強力な技となっていたのです。さらにロズレイドは、しびれゴナを覚えているため、こちらの動きを妨害してくることも。またナタネが使う、ナエトルは、原作と同じく、リフレクターを使って、ロズレイドの弱点である、耐久の低さをカバーしてくるという、隙が少ない戦法を行ってきます。ただダイパリメイクでは、白帯式に到達後だと、地下大洞窟が解禁済み、そこでロズレイドに相性のいいポケモンを捕まえたり、手持ちを徹底的に鍛えることができるため、難易度は相対的に下がったという声もあるようです。ナタネ以外のジムリーダーも原作と比べて強化されている傾向にあるようだぜ。3位、レジギガス。第4世代で初登場したレジ系の王、レジギガス。原作では過去作の、ルビー、サファイア、エメラルドから、レジアイス、レジスキル、レジロックの3体、いわゆる、レジ系ポケモンたちを連れてこないと捕獲できないという、手間のかかるポケモンでした。つまり前作を持っていないと捕獲不能ということか。しかしダイパリメイクでは、レジ系がリメイク版の新施設、ハナマスパークで全員捕獲できるようになりました。それに伴い、レジギガスの入手も非常に楽になったと言えるでしょう。なお、レジギガスの出現方法は原作と変わりありませんが、レジ系を入手する場合は、地下大洞窟の化石掘りでたまに入手できる、謎のかけらを集めた後、レジ系を呼び出すための、導きの石板と交換、使用することでハナマスパークに出現するようになります。謎のかけらは出現率がやや低めな上に、石板は1匹につき1つ消費するため、レジ系を揃えるために石板は3つ必要ということ。やや手間はかかると言えるでしょう。それでも一つのソフトで捕まえられるようになったのは、かなり難易度低くなったと言えそうだよな。2位、ゴンベ。第4世代でカビゴンの進化前として初登場し、ダイヤモンドパールではその出現方法の面倒くささと、出現率の低さで有名なポケモン、ゴンベ。原作では、甘い蜜を、甘い香りのする木に塗り、6時間ほど待つことで出現するようになっていました。なお、ゴンベが出現する木はプレイヤーごとにランダムで決められている上に、出現率もたったの 1%。これらの要素から、自力で入手するのが非常に面倒なポケモンでした。6時間待つ必要があるのが面倒なポイントだよな。しかし、ダイパリメイクでは、原作と同じ甘い香りのする木からの出現以外に、地下大洞窟の、ポケモンの隠れ家の野生ポケモンとして出現するようになったのです。ストーリーの進行度によって出現率が変化するため、あまり頻繁に出現するとは言えませんが、地下大洞窟のポケモンの隠れ家は位置が固定。ゴンベがどの種類の隠れ家から出現し、その隠れ家がどこにあるのかさえ記憶してしまえば、効率よくゴンベを探せるようになっています。捕獲難易度はかなり下がったと言えそうだな。第1位、ポケモンリーグ。ストーリーの最後に必ず訪れることになる施設、ポケモンリーグ。殿堂入りを目指すには、四天王と、チャンピオンのシロナを倒さなくてはならないが、ダイパリメイクでは、この四天王とシロナがかなり強化されていて、非常に手強い相手となっています。特に手強いのがやはりチャンピオンのシロナ。
白名の手持ちポケモンのレベルだけ見れば変わらないのですが、全ポケモンが持ち物を完備し、さらに隠しパラメータである、個体値や努力値まで高く調整されているのです。歴代最強チャンピオンとも言われてるようだぜ。また敵の AI もかなり賢くなっていて、例えばこちらがガブリアスに有利なポケモンに交代させると、相手はこちらの交代を読んで、剣の舞で能力アップしてくるという、読み合いを行ってきます。ガブリアスに剣の舞積まれたら手がつけられなくなりそうだな。ちなみにこの剣の舞はリメイク前は覚えておらず、もともとは、ギガインパクトという技でした。他のポケモンに関しても、命中率に不安のある技やデメリットの大きい技は他の技に変更されるなど、AI が活躍しやすいように調整されているようです。こういった要素から、中途半端に育てたタビパでは返り討ちにされることが多く、コメントでも、白名が強すぎると驚く声が多く見られました。ちなみにクリア後にポケモンリーグに再挑戦すると、さらに強くなっているようだぜ。以上、今回はダイパリメイクで難易度が変わったものを厳選してみてきました。他にも皆さんが変化に気づいた要素は何かありましたか？ちなみに過去に、原作の方の難しい要素をまとめた動画も出していますので、興味があればそちらも見ていってください。ご視聴ありがとうございました。